皆さんこんばんは、立花香織です。今日はですね、私のステイホームの、過ごし方を紹介したいと思います。今日は雨が降ってるので、外にもなかなかね出れないっていうことで、ちょっと気持ちを上げるためにお花をたくさん飾りました。なんかこういうねどんよりした時には私は明るい色のお花を飾ったりとかしてます。例えばこういうね、あの黄色だったり、こういう今日はチューリップとダリアを飾ってるんですけども、こういうねポップな色のお花はすごい元気をもらえるので、こういう風に飾ってます。で、今日はあの甲子園の、畑中さんっていう方のねお店でヒアシンスを買ってきました。すごくね可愛いピンクのお花が咲くそうなんですけども、2つにね分かれた双子のヒアシンスです。あとはこういうエアープランツなどもね置きながら楽しんでます。こちらはあの畑中さんが作ってくださったお花のキャンドルですね。こういういろんな勉強をねされる畑中さん、私はすごく尊敬しております。甲子園のねお店にありますので、よかったらぜひ行ってみてください。でこういうお花を見ながらこういう優雅な時を過ごすのは私はすごく好きで、こういうのんびりとした生活を送ってます。皆さんも、お花を飾ってみて心豊かに毎日過ごしてみてください。ありがとうございました。